交通信号機日本の交通信号機車両用、信号機車両用、信号機車両用、信号機と歩行者用信号機本校では日本における交通信号機について記述する。日本では道路の安全と円滑な交通を守り、また交通公害などの障害を防ぐために交通信号機が設置される。主に車両用と歩行者用に分けられるが、 必要に応じて自転車用や路面電車用のものも設置される。国内で初めて機械式交通信号機が設置されたのは1930年であり、その後は歩行者用信号機の誕生、電球式から LED 式への光源の変更を経て現在に至る。交通信号機には制御機や信号柱などが付属しており、制御機であらかじめ定められたパラメータに従って、 自動的に信号機の表示を変えている。なお、この記事で取り扱う単位については、M イコールメートル、センチメートル、イコールセンチメートル、ミリメートル、イコールミリメートルとする。平面交差を行う、道路利用者に対して、明かり色や矢印の透過を表示する装置であり、信号投機とも呼ばれる。日本の信号機は、車両用交通信号投機と歩行者用、 交通信号陶器に分けられる。車両用陶器は青、黄、赤をした3つの円形の発光面で構成されている。ものが多く、歩行者用陶器は青、赤をした2つの四角形の発光面で構成されている。車両用信号機に限り3色の発光面に追加して青色や黄色の矢印が付加されているものもある。一般的に横型の信号機が設置されるが、 交雪が多い地域や狭硬な場所に設置する場合は、縦型のものが設置される。信号機の役割は、交通事故の防止、交通流の円滑化、交通環境の改善が挙げられる。制御にあたって関係する交差点の分布から、点制御、先制御の3種類に分けられる。また、信号機の制御で用いるパラメータとして、サイクル長 青信号スプリット、オフセットの三つが用いられる。日本で最初に機械式の自動信号機が設置されたのは1930年であり、それ以前は回転式の表示板などを使用していた。現在、発光源は白熱球から LED 球に移行しつつある。日本の交通信号機の設置位置は交差点の出口に設ける方式が最も一般的である。また、 降雪が多い地域や強硬な場所を除き、道路に対して水平に設置するのも一般的である。これに対して、米国や欧州は縦型に設置するのが一般的であり、景観を乱さないように柱に直接取り付けられている例が多い。日本では車両用は全国に126万機以上ある。1平方キロメートルあたりの設置密度はイギリスの5倍。 アメリカ合衆国の16倍に達する。これは、信号機による交通整理の必要性が低いラウンドアバウトが、欧米に比べて少ないことによる。世界での信号機の設置事例を見ると、信号機の高さを低くし、支柱などを暗色で塗装して目立たないようにしているものが多く、都市景観の向上に効果を上げていると考えられる。一方で、個性的なデザインの信号機によって、 都会的な印象を与えている事例もある。日本とは信号機の色の認識や表示の切り替えが異なる場合がある。例えば、イギリスでは、青信号をブルーではなくグリーン、高信号をイエローではなくアンバーと称する。また、イギリスでは赤表示から青表示に切り替わる前に赤、高表示を挟む。信号機の灯過は横型のものは左から青色。 黄色、赤色、縦型のものは上から赤色、黄色、青色の順に配列されている。理由は交通安全の上で最も重要な赤色を最も視認性の良い位置に配置しなければならないためである。信号機の配列は道路交通法施行令、第3条に定めがある。なお、実際は緑色をした信号機を青信号と呼ぶ理由については 大阪府警察は光の三原色に対比させたものである説明している。また日本人は青葉など緑を含めて青と呼ぶことがあり、交通信号機が初導入された1930年、当時の新聞が青信号と書いたことで広がったという説もある。1947年以降は法令上の表現を緑色信号から青信号に変更された。 信号機が表示する信号の意味は、道路交通法施行例第2条に定めがあり、以下にここで定められていかく表示の意味を引用する。左折下の表示板、左折下の表示板がある交差点では、車両は黄色、または赤色の、この場合において他の交差する交通を妨げてはならない。特定の交通に対する表示板が取り付けられた信号機がある場合、 その信号機は、その特定の交通だけに対し表示するものとされ、その信号機以外の信号機は、その特定の交通に対しては表示しないものとされる。右折をしている途中の車両等は、たとえ右折した先で対面する信号機が赤色の通過だったとしてもそのまま進行できる。なおこの場合、青信号等に従い進行する他の車両や歩行者を妨げてはならない。 青色の右折の矢印が出ている場合、2段階右折を、すべき車両はその方向に右折することはできず、かつ、赤信号と同様に対面する信号の停止位置で、停止しなければならない。青色の右折の矢印が出ている場合、道路標識等によって禁止されていない場合は、展開することができる。青色の矢印で示していない方向に進行する、ことは当然のことながら、加えて、 青色の新右の矢印以外の矢印信号で展開することも信号無視となる。黄色の灯火の点滅の場合、必ずしも徐行や停止しなければならないわけではなく、他の交通に注意し事故の恐れがない時はそのままの速度で直進することができるという判例がある。その一方で信号が設置されている位置の道路状況によって、 この黄色の灯火の点滅が道路を通行するときの義務を果たす場合により一層の留意を喚起するものとする判例もある。通説では黄色の灯火の点滅は交通整理の行われていない交差点または横断歩道であるため注意を促すに止まる。また黄色の灯火の点滅は前方注意を促すためにも使用される。停電などにより信号機が消灯している場合には 交通整理の行われていない交差点、または横断歩道としての注意義務が生じる。また信号機が故障していることが何人が見ても明らかな場合は、仮に信号機が何らかの表示をしていてもこれに従う義務はないと解されている。一つのサイクルにのっとって信号機が作動している。以上、三色のうち一色でも故障が生じた場合は、信号機の表示の効力は失うと解するのが、 妥当とされている。この場合も、信号機の効力が失われている以上は、交通整理の行われていない交差点、または横断歩道としての注意義務が生じる。歩行者用信号機に自転車も対象に含む胸の表示板がある場合、その歩行者用信号機の示す信号の意味は、道路交通法施行例、第2条第4項に定めがある。通常、 横断歩道の道路表示を設置する場合は、道路標識または信号機を設置する。歩行者用信号機が消灯した場合でも、その信号機による横断歩道は適法のものとされる。車両用信号機が青、黄、赤を連続して表示するときの順番は青、黄、赤とする。右折矢印信号を設ける場合は、黄色信号を表示してから赤信号と、 右折矢印の表示を行い、その後黄色信号を再び表示してから赤信号のみの表示を行うよう規定されている。従来は右折矢印信号を表示するときの信号機の点灯パターンは4通りあったが、事故を招くとして1994年7月に戦術の通りにするよう通達を出した。なお、自作式による制御を行う場合でもべての方向の矢印を出して、 青信号と同じ意味の表示を行う点灯パターンは言ってはならないと通達が出されている。歩行者用信号機が青、青点滅、赤を連続して表示するときの順番は青青点滅赤とする。道路交通法に信号機に関する定めがあり、信号機の定義は以下の通りである。電気により操作され、かつ道路の交通に関し、 どうかにより交通整理等のための信号を表示する装置、道路交通法、第2条第1項第14号設置者は、都道府県公安委員会であり、交通の煩雑な交差点や、その他交通の危険を防止するために必要な場所には、信号機を設置しなければならない。函館市電の駒場車庫前における、北海道函館方面公安委員会より、 信号の委任を受けた旨の表示板信号機の設置は、公安委員会が行うが、公安委員会が、他の者のに信号機の設置または、管理を委任することができる。ここで言う、他の者のとは軌道を管理する、軌道経営者や公安委員会が適当であると、認めるものに限る。道路交通法第7条より、道路を通行する歩行者、または、自動車、原動機付き自転車、 軽車両、トロリーバス及び路面電車は信号機が表示する信号に従わなければならない。信号無視をした車両等の運転者は3月以下の懲役または5万円以下の罰金に処される。自動車または原動機付き自転車の運転者が赤色信号またはこれに相当する信号をことさらに無視し、よって交通事故を起こし人を死傷させた場合、 危険運転致死傷罪に問われる場合がある。歩行者の場合は2万円以下の罰金または過料に処される。なお、道路工事の現場に設置されている交通整理用の信号機は、公安委員会、または公安委員会の委任を受けた道路管理者が設置したものでなければ、信号の意味に従わなくても、道路交通法による信号無視違反としての検挙はできない。 警察官や交通順員は手信号による交通整理を行うことができ、この場合、特に必要がある場合は信号機の表示より手信号による指示の方を優先することができる。交差点での信号機の設置要件は自動車などの交通量が最も重要な要素となる。ある程度以下の交通量ならば一時停止などの交通規制によって対応していくが、それ以上になると 交通の円滑性が保てず、事故発生を招く恐れがあるため信号機の設置を検討することとなる。また、過去に信号機の設置によって防止できた交通事故が一定数以上発生している場合は、事故防止として信号機の設置を検討することとなる。一方で、歩行者用信号機は、横断歩行者需要、車道の福音、自動車などの交通量などから設置を検討する。 日本では、信号機設置の指針において、五つの必要条件のすべてに該当し、四つの卓越条件のいずれかに該当する場合のみ、原則として信号機を設置するものとしている。具体的には、自動車のすれ違いに十分な福音、主方向の往復交通量が一時間あたり、最大三百台以上、隣接する信号機との設置間隔が百五十メートル以上などが、 必要条件であり、小中学校などの施設が存在すること、年間2件以上の交通人身事故を防げること、地方向の交通量が一定以上存在することなどが卓越条件として示されている。この指針は2015年度に制定されたものであり、以下の条件を満たさない信号機は撤去を検討することとしている。信号機設置の指針が定められたことにより、 必要性が低下した信号機の撤去が行いやすくなった。学校の廃校や高速道路の延伸などで撤去が進められた例がある。交差点での交通制御方式の一種であり、他の交通制御方式として一時停止制御、ラウンドアバウトによる感動優先制御がある。ライフサイクルコストは信号投機や制御機を作動させるために高くなるため、限られた。 財政状況の中で持続可能な交通安全施設を維持するためには必要性の十分な検討が欠かせない。交通信号機の制御は以下の点を目標として検討される。これらの目標を達成するために最も一般的な指標として遅れ時間が挙げられる。車両の実際の旅行時間と信号制御の影響を受けないで走行する。旅行時間の差であり。 交差点を通過する全車両の遅れ時間の総和の最小化が信号制御の最適化の基本である。なお、交差点を通過する交通量が少ない場合は、遅れ時間が他の制御方式と比べ大きくなるが、交通量が多い場合は、遅れ時間が小さくなる。また、他の指標として、信号待ち行列長、交差点通過に要する停止、発進回数、信号待ち回数及び、 はけ量が挙げられる。信号機が一組の交通流に与える通行権のことを現時と呼ぶ。信号機の現時の決定方法は、交差点の構造、交通状況、立地条件などを考慮して、交差点内の交通の流線を描いて、交差、合流を許容できる範囲のものを一つの現時として割り当てる。交差点の形状が複雑になれば、現時方式も複雑になり、 現時数が増加する傾向にある。標準的な三視、または十字交差点で、かつ歩行者や右折交通量が少ない交差点ではに現時で処理することが可能である。特に交通信号機は可能な限り矢印、点滅表示を使わないで交通整理を行うことが望ましい。こうした交通信号機の現時の出し方を標準に現時方式と呼ぶ。 右折交通流が多い交差点では、自差式によって、右折交通流の多い交通の青表示を長時間、取る方法や、右折専用原時方式によって、右折の青矢印表示で、交差点の交通処理が行われる。また、歩行者交通が多い交差点では、斜め横断の歩行者需要が多い交差点ならば、スクランブル原時の導入を行うほか、 歩行者と車両で動線の工作を生じないようにする、歩車分離式信号制御の導入が行われる。常実の歩車分離式信号機や自作式信号機、青矢印信号機の設置などで3元時以上出す、場合は多元時方式と呼ぶ。こうした多元時方式の場合、交通整理の方法に道路利用者が納得できる、合理的理由がないなら信号無視を誘発する恐れがある。 交通信号機を制御するために用いられるパラメータは以下の3種類である。信号の制御方式は制御対象の信号交差点の関連性から以下の分類に分けられる。日本の信号制御は大きく分けてマクロ制御とミクロ制御に分けられている。前者は感知機によって収集、予測されたデータに基づきサイクル、スプリット、オフセットを制御する。 後者は感知機から得られたデータを処理したものと、マクロ制御で得られた各種のパラメータに基づき、事故の危険性などを考慮して、各信号の表示時間を秒単位で制御している。一方で、制御パラメータの設定から以下の分類に分けられる。交差点の流入部において、現時、車線別に単位時間あたりに停止線を通過できる最大の車両台数のことを、 飽和交通流率と呼ぶ。信号が青表示に変わった直後に車両が通過できる、台数は飽和交通流率に達しないが、青表示に変わってから、飽和交通流率に到達するまでの時間を、発信損失と呼ぶ。そして気表示に変わってから次の青表示に変わるまでの、時間を、クリアランス損失と称する。発信損失、クリアランス損失に該当せず、青表示で、 飽和交通流率で交通をはける時間を有効青時間となる。なお、実際の交通需要を飽和交通流率で割った値を需要率と称する。この需要率の値は、設計時間交通量を渋滞なく、裁くために必要最小限の青時間スプリットとなる。現時の需要率は、革新後現時での最大の需要率であり、現時の需要率の総和となる。 交差点の需要率となる。交差点の需要率は、理論上、1.0を超えると、どのような信号制御でも、設計時間交通量を裁くことが不可能であり、実際は、現時切り替え時の損失時間を考慮して上限は0.7や0.8程度が上限として、妥当となる。端末間を制御には、以下の種類がある。車両用信号機4 5 0ト、mm、ルと300。 ミリメートルの車両用交通信号等機車両用信号機のレンズ面は丸型が採用され、表示面の直径は一般道路用の250ミリメートルと300ミリメートル、高速道路用の450ミリメートルが使用されている。かつては視認性確保のため一般道路でも450ミリメートルのものが取り付けられていたが、 LED 化に伴う信号機そのものの視認性向上によって小型の信号機に戻している例が多い。取り付ける際は地盤面から陶器底部まで 5100mm 以上とし、交差点進入方向から見やすい位置に設置しなければならない。この時、建築限界を犯して設置してはならない。また、歩行者用信号機が設置されていない交差点では、車両用信号機が 歩行者から見える位置に設置しなければならない。配置する際は、接近する車両が停止線手前で停止、通過の判断を適切に行えること、停止位置から信号機が確認できること、見るべき信号機が明確で他の交通に対する信号機と誤認することがないことが求められる。流入車線が複数ある場合は、それぞれの車線から信号機を視認できるよう配置する必要があり、 必要に応じては、補助的な信号機を設置する必要もある。黄色、赤色といった特定の灯火しか使用しない場合でも、青、黄、赤の3色の車両用信号機を用いることが望ましいとされている。矢印灯機を配置する場合、横型灯機の場合は3色灯機の下に、縦型灯機の場合は3色灯機の右に配置する。いずれの場合も、青の隣に左折矢印、 木の隣に直進矢印、赤の隣に右折矢印を配置する。日本では一般的に横型であるが、降雪が多い地方や強硬な場所では縦型の信号機が設置されることがある。車両用信号機の取り付けられるアームの長さは2.0メートルを標準とし、最長は3.5メートルとしなければならない。アームの形状は、両が2本の平行アーム1本の 直線アームなどがある。アーム帳や矢印等が設置されている数などによって指示棒や補強金具の取り付け方法が異なってくる。信号交差点が連続する場合は誤入を防ぐため手前の信号投器のアームを短くして遠近法による錯覚を防ぐなど設置上の配慮が必要とされる。車両用信号機は左右に45度の光の発散角度を必要としており、 それゆえに変形交差点などでは他の流入路などから誤認される恐れがある。こうした誤認を防ぐためには視覚制限式信号投機が用いられる。この視覚制限式信号投機は透過表面のレンズやなどで光の発散角度を狭めるようにこしらえたものや横向きや筒型などのフードを取り付けた信号機、一般的なフードの代わりにルーバーなどの車高板を 付加した特殊なフードを取り付けた信号機などが存在する。その他、停止線の位置を見直す、側中式の縦型陶器の設置なども検討する必要がある。信号が設置された交差点が隣接する場合は可能な限り、近接交差点相互の陶器の設置間隔を空ける必要がある。そして、下流側の交差点の陶器の取り付け角度を下向きに調整したり、 距離視覚制限用のルーバー付きフードを付けた信号機を設置したりしなければならない。信号機を目立たせて視認性を向上する目的、隣接する信号機の誤認や西部で見えなくなることを防ぐために背面板が設けられることがある。日本では通常、幅が10から15センチメートルの黒、または緑と白の斜めの島が設けられる。なお、例えばオレンジなどの明るい色彩は、 信号機ではなく背面板自体に注意を引きつけることになるため避けられる。ただし、信号機自体の視認性が確保された現在では、風害や景観破壊の可能性があるため、使用が限定的となっている。交通信号機に3色のフィルターを設けて一等のみとすることは可能であるが、色覚障害者に考慮した場合は好ましいものではなく、また故障の恐れもあり、 日本では採用されていない。LED 信号機では、色覚障害に配慮して、黄色は青色、赤色と比べ明るく点灯する。また、信号機の表示を明かりやすくするために赤表示の部分に×印をつけた信号機が考案され、2012年に福岡市で試験設置された。この×印は、色覚障害者のみ見えるものである。この信号機は、 四季異常者に優しいユニバーサルデザイン LED 信号等として2011年度にグッドデザイン賞を受賞している。なお、2001年には青、霊、黄、赤を、×とした霊凍機の実験が行われたが、視認実験に明確な効果が現れなかった。交差点の手前がカーブや坂になっているなどして、交差点を見通す指揮が十分に取れない場合に、 予告信号機が設置される。しかし、日本では予告信号機に関して明確な規定がなく多種類の表示方法が混在しているためドライバーの混乱を招くと指摘されている。その中で交差点で青源氏の時は青を表示し、それ以外の源氏では光点滅を表示する方式が視認性の上で効果があるとしている。道路利用者が 予告信号機に使われる陶器の意味を理解するために、予告信号灯などの表示板が取り付けられる。予告信号機から信号交差点までの距離が長い場合、車両が到達するまでに時間がかかって、予告信号機としての表示機能を十分に活かせないことがあるため警戒標識の信号機ありで対応するのが望ましい。一本の柱からアームを伸ばし、アームの先で、 交差点の全方向の信号等器をまとめたものは、懸水型交通信号機と呼ばれ、その形状から、UFO 信号機。最初に製造した名古屋電気工業によると、ヨーロッパを視察した社員が、ワイヤーで吊るされた信号機を見て思いついたという。特殊な設置方式のため設置数が少なく、26機以上が設置された宮城県以外では、 群馬県と名古屋電気工業の地元である愛知県に数機設置されたのみという珍しいタイプの陶器である。第1号は1975年に名古屋市立審査会小学校の前にテストケースとして設置されたものである。幅が狭いが交通量の多い道に適しているとされ、歩行者用と一体化、道路に合わせ等価に角度をつけたもの、LED 式なども登場したが、 現在は警察庁が定めた仕様に対応していないため補助金が受けられず財政的に不利となっている。1979年から86年にかけて多数採用され、2019年時点で22機が残されている宮城県でも LED 化に合わせ通常の設置方法への変更が進んでおり、2023年頃までに全廃される予定。 名古屋電気工業では撤去の話題がメディアに取り上げられると取材が入るようになったため、報道や写真の一部を掲載した特設ページを開設している。通常の信号機が設置できない細街路の交差点で、優先、非優先を明確にし出会い頭事故を防止するために一等、点滅信号機が設置される。赤、木が相互に点滅し、 点滅周期は0.4から0.6秒である。ただし、地域によって偏在しており、このことがドライバーの混乱を促すと指摘がある。設置から数年で効果が薄れるなどの声があり、この信号機の効果は疑問視されている。また、一時停止規制の方がかえってわかりやすいとの声があり、一時停止規制へ変更した場合はかえって人身事故が減少した事例が多く、 さらに一時停止の標識の視認性も向上し、維持管理コストも減少したため一等、点滅式信号機でなくとも、標識で代替できるようになった。その上、指揮角障害者には表示の判別が困難である。そのため、一等点滅式信号機は撤去が進んでおり、警察庁も一時停止の交通規制等への代替により、撤去を促進している。 この信号機は1975年に福岡県で導入されて以降全国で2012年度には6224機2014年度末には6076機が設置されていた LED のものは旧来のものに比べ発熱が少ないことから雪が溶けずに付着しみづらい見えないという問題も起こっているこの場合警察官や工事業者が 除雪作業を行わなければならない。例えば、北海道警察では、特製の交通信号機用雪落とし棒を道内各警察に配布し、雪を払うようにしている。対策として、お椀型の透明な着雪防止風土を陶器に取り付けて視認性を確保する場所や、約6センチメートルの薄い板状にした、フラット型信号陶器を斜め下に向けて設置して、 対策を行う場所が見られる。また、ロータス効果による撥水効果がある陶器の開発が進められている。自動運転を行う車両はカメラなどで信号機の表示を認識しているが、逆光時などで正確に判断できないことがある。そのため、信号機に取り付けた通信機や交通管制センターからの情報によって信号機の表示を識別することが検討されている。 自転車用信号機日本国内では基本的に自転車も原則としては車両用信号機に従って通行する。日本における自転車用信号機の運用は次の通り大きく3通りに分類される。いずれも自転車専用と書かれた表示板が設置される。自転車も法令上車両として扱われるため3色の車両用。 信号機を用いることになっているが、自動車向けに設置された信号機と区別するために2色の信号機を用いることもある。歩行者用信号機歩行者用信号機は、表示面は一辺の長さが200から250ミリメートルの正方形である。信号交差点に横断歩道が設置されている場合は、原則として歩行者用信号機を設置しなければならない。 一つの横断方向に対しては青、青点滅、赤を同時に表示してはならず、青、青点滅、赤、青の順に表示しなければならない。歩行者用のものは縦型で、下が青、上が赤の配置となっているものが多いが、横型のものも存在する。歩行者用のものは信号機の中にイラストが描かれていて、青は歩いている人、赤は立っている人のイラストとなっている。 電球式では人形が白で周囲が赤または青として全体が発光している。その一方で LED 式は人形のみが赤または青に発光し周囲は発光しない。これに伴い LED 式では発光面の面積が縮小したため発光面積の確保のため人形の大型化が行われている。歩行者用信号機の高さは地盤面から 当機底部までを2.5メートル以上とし、対岸の横断歩道の中央から見て生態するように設置される。特に中等式の歩行者用信号機は地盤面から当機の底面までを3メートル程度とする。視認性を確保するため、横断歩道の幅が広い場合や、中央分離帯が存在する場合などは歩行者用信号機の増設を検討すべきである。 歩行者用信号機を設置する際、電柱から伸びるアームで上下から抱え込む形式を標準とする。また、歩行者用信号機のみを設置する場合において、柱の先端に歩行者用信号陶器を取り付ける中等式が設置されることもある。赤信号でのイライラやフライング横断を防ぐ目的として、耐時間表示装置を併設した歩行者用信号機が設置されることがある。 この信号は、ゆとりシグナルとも呼ばれている。歩行者の多くが赤信号開始までに横断完了できる効果があり、青信号になる直前のフライング横断を抑止する効果も見られる。その一方で、赤信号時の横断に対する抑制は見られなかった。視覚障害者が安全に横断歩道を横断するため、音響式信号機が設置される。1955年9月に、 東京都杉並区の東田町交差点にベルの明堂による音響式信号機が設置され、1960年6月には名古屋市でメロディーを流すタイプのものが設置された。正式には信号機は1976年から設置が開始され、盲学校や公共施設など視覚障害者の利用頻度が高い場所から優先的に設置されている。 歩行者用信号機が青の時にスピーカーより誘導音が明動される。誘導音の種類によってメロディ式と擬音式の2種類に分けられ、後者の擬音式がほとんどを占めている。音量は近隣住民の生活に考慮して設定しなければならず、また近隣住民に配慮するためにスピーカーの指向性や高さの性能向上が課題となっている。かつては 盲人用信号機と呼ばれていた2.5メートル以上の高さで横断歩道の対岸に設置されている歩行者用信号機は弱視者や高齢者が信号を確認するのが困難という指摘がある。そのため音響信号機に用いられる音響装置に長方形の赤と円形の緑の LED を配置した高齢者、視覚障害者用 LED 付き音響装置が 開発されている。地面から90センチメートルの位置に存在するので、高齢者や子供にとっても信号確認がしやすい。視覚障害者や盲ろう者が安全に横断歩道を横断するための食知式信号機が設置される。昭和40年頃に、三重県、大阪府、香川県で設置されていたが、本格的な普及をせずに消滅した。しかし、二千六年に、 新しい装置として復活した歩行者等支援情報通信システムによる信号機も整備されている。この信号機は歩行者が端末を携帯し端末と信号機で相互に通信することで交差点の情報や信号機の現時を知ることができる。路面電車用信号機日本の路面電車は道路上では道路交通法施行令によって定められた。 信号機の意味に従い運転しなければならない。しかし、車両用信号機と共用では円滑な電車の運行が困難と判断されたため、1954年4月1日より、軌道運転規則によって定められた信号機も利用されている。意味は以下の通りである。陶器は車両用交通信号陶器を使用することが一般的であるが、 歩行者用交通信号投器を利用することもある。気矢印信号によって進める。路面電車は他の交通と交錯しないようにしなければならない。路面電車の定時運行と速達性を確保するため、路面電車を優先する信号制御を行うことがある。架線に取り付けられたトロリーコンタクターや光ビーコンによって路面電車を感知する。導入事例として、 広島市や熊本市が挙げられる。電球式信号機電球式の信号機は内面にプリズムを持つレンズと回転放物面を成した反射鏡が一体化されたセミシールド型の構造であった。その焦点に電球のフィラメントを置くことで平行光線を得ることができ、さらにレンズが持つプリズムによって左右を呼び下方に光を拡散させた。 電球には白熱タングステン電球が用いられ、消費電力が 60W と 100W のものには、道路交通信号用電球として、実規格が定められている。なお、道路交通信号用電球は、家庭用電球と比べ振動に強く、家庭用電球の約12倍の1万2000時間もの寿命を持つ。この電球は、約1年を目安に交換される。 電球は最初は100ワットの白熱電球が用いられてきた。その後、オイルショックなどにより信号機にも省エネルギー化が必要となり、レンズの改良や電球の高効率化によって60ワットの電球も用いられるようになった。この高効率化で生まれた電球がバンドミラー型交通信号用電球であり、1980年に使用化されている。 光の輻射効率を向上させた電球であり、従来の30%の電力削減となった。その後、1987年にバンドミラー型交通信号用電球から消費電力を15%削減した交通信号用電球が松下電機によって開発された。一方で、電球の改良による反射効率の改善により太陽光が反射して、 あたかも点灯しているように見える疑似点灯の問題が顕在化した。そのため、この疑似点灯を防止する方策が様々考えられてきたが、電球式信号機での決定的な対策方法は見つからず、LED 式信号機の誕生によって全面的に解決された。LED 式信号機 LED 式信号機は LED 素子を光源とするプロジェクター型と、 LED 素子を全面に直接配置した全面素子型の2種類がある。プロジェクタ型は LED 式が開発された際、全面素子型よりも安価だったため、初期の頃に一部の都道府県で採用された。しかし、全面素子型の方が視認性に優れているため、現在採用されている。全面素子型の歩行者信号機の場合、LED 素子が赤色人形には、 約128個、青色人形には約120個用いられている。こうした LED 素子は基板の上にセットされ、陶器に入れられる。電球によって日中に確実に信号を伝えることは限界に達しつつあり、光源の変更が検討されてきた。あとの1993年に青色 LED が発明され、そこから発展して屋外での使用にも耐え売る青色 LED が、 開発され、信号機にも LED の使用が開始された。この信号機の LED 化によって、消費電力が、これまでの60ワットの白熱電球のものと比べて3分の1から10分の1程度にまで抑制できるようになった。また LED は、電球と比べ、長寿命であり、電球と比べると頻繁に、メンテナンスをする必要がなく、そのため、メンテナンス費用の削減にもつながった。 矢印陶器は矢印の部分のみに LED が配置されているため従来の電球式の矢印陶器と比べ大幅に省電力となっている。それに加えて電球はフィラメントが1個しかなくこのフィラメントが切れると完全に点灯しなくなる欠点はあったが LED 式は回路を工夫することで1つの LED が切れても他の LED が点灯し続けるようになっていて安全性が 向上している。LED 式は、電球式と異なり、表示面から均一に光が放出される。また LED そのものが色を含めて発光するので、表示面の着色レンズや内部の反射鏡が不要となり、そのため本来点灯していない色が、点灯しているように見える疑似点灯現象が生じないようになったので、信号機そのものの視認性が改善された。 電球式信号機の場合、内部の反射鏡は光を均等かつ正しい方向に反射するために研磨作業が重要である。複数回は負によって研磨された後、電解研磨で反射鏡をン酸溶液につけ、表面を溶解させることで、さらに光沢をつける。そして、溶極酸化処理で硫酸溶液につけ、反射鏡に不動体被膜を形成させて劣化しづらく、させる。 そして、風光処理として、酢酸ニッケル溶液につけ、不動体被膜の間にできた表面の穴を塞ぎ、保護作用を高める。最後に乾燥を行い、研磨作業は完了である。ポリカーボネート製の信号機の場合、摂氏300度で溶かし、金型でプレスし成形する。その後、成形具合を確認してから余分な部分を取り除く。LED 阻止式の場合、 LED 素子は基板の上にセットされ、陶器に入れられる。その LED 素子は、紙製のガイドに乗ったまま工場に届くが、ラジアル機を用いると、基板の上に配置された状態で固定される。LED 素子は基板の上にセットされ、陶器に入れられる。LED 素子がずれたり外れたりしないように、基板裏面に接着剤が塗布される。そして、IC チップや抵抗が取り付けられる。 その後、リフロー機を用いて接着剤を熱で硬化させる。さらに基板に取り付けられたものを固定するためハンダ付けが行われる。はじめに、陶器本体の加工時に付着した油分を摂取70度程度のアルカリ水で除去し、その後、水洗いしてから十分に水切り乾燥を行う。そして、表面のゴミを取り除いから下塗りを行う。次に、中塗りで均等に塗装する。 その次に、静電塗装によって、上塗りを行う。最後に、人の手で仕上げる。塗装を陶器本体になじませるため、摂氏130度程度の熱で焼き付ける。水やホコリが入り込まないように、部品同士の接合部には、シール材が塗られる。そして、ゴム製のパッキンによって、レンズや反射鏡、LED ユニットなどの部品同士を固定する。 レンズと反射鏡は組み立てられると前枠に固定される。そして、ネジを用いて完全に密着される。その一方で、後枠にもランプソケットが取り付けられ、前枠に取り付けられる。そして、ひさしを取り付け、電圧を加えて漏電などの異常がないか確認される。信号機の筐体はかつて金属製が主に用いられてきたが、現在はアルミニウム製及び、 ポリカーボネート樹脂性が主流である。これらの素材は耐候性が高く、リサイクルが簡単な材料として選定されている。電球式信号機内部の反射鏡はアルミ製のものが用いられる。また、レンズはポリカーボネートが用いられる。信号制御装置とは、交差点ごとにプログラムされた情報やリモートコントロールされた情報に基づいて信号機の点灯を制御する装置である。 突発的な事象が生じた際は内蔵されているスイッチから手動で操作できる。交通信号機に用いられる制御機は振動や湿度、温度などの環境条件に対して長期的に機能低下しないように設計されていると同時に交差する方向の交通を同時に対して青表示を出さないよう安全性の確保も実現されるよう設計されている。通常の制御機では 各信号の表示状態を16ステップ設定できる。また、一つの制御機で制御できる信号機の数は基本16機である。多段周期制御を行う場合のパラメータは最大で10パターン記録できる。制御機などの故障の時に滅灯や危険な信号表示が発生しないようにバックアップ機能が備えられており、後日の保安動作や 異常選行にモードを切り替える機能が備わっている。あらかじめ設定されている複数のパラメータに沿って信号機を動かすとき、制御機は多段動作モードとなっている。一方で手動で信号機を動かす場合は、手動動作モードで操作を行う。制御機で各信号の表示時間を司るパラメータが異常を起こした場合は、保安動作モードとなり、 ワンパターンの制御パラメータで正常な信号制御に戻そうとする。交差する方向の交通を同時に青表示を出すや、保安動作モードでも異常な動作があった場合は、異常先行モードに切り替え、車両用信号機が赤色もしくは黄色の灯過を点滅するようになる。一方で制御機から手動で点滅に変えることもできる。制御機の設置場所は、 交差点全体は見通せる場所が最も望ましく、やむを得ず、見通せない場合は、主道路を見通せる位置に設置する。また、歩道がある場合は、歩道内に設置し、歩道がない場合は、車両が接触する恐れのない場所に設置する。いずれの場合も、通常時、制御機協体会記時に関わらず歩行者の通行の支障にならないように設置し、 車両の進行方向に対して信号柱の影となる位置に設置する。また、ケーブルの配線を行う上では、電圧効果による等価の視認性低下を避けなければならない。制御方法によって以下の通り分類される。集中制御用信号制御機は、マイクロプロセッサと交通信号制御専用 LSI の回送構成を用いることで信頼性の向上を図っている。 マイクロプロセッサによって、車両感知器などからの間応制御を行うほか、交通管制センターからの遠隔操作時のサイクルスプリット、現時の切り替えなどの制御内容について学習して、交通管制センターとの回線が断線しても、信号制御が乱れないようになっている。交通信号制御専用 LSI は、マイクロプロセッサが異常状態になっても、 信号制御が安全に行えるよう構成されている。多段制御用信号制御機は万年カレンダーを内蔵しており、曜日、時刻に応じて信号制御のパターンを設定することができる。警察庁によると、2016年3月時点で、日本国内の制御機の約2割に当たる4万3000機が更新時期を過ぎており、信号の滅刀や点滅など老朽化した。 制御機によるトラブルは2014年度に全国で314件発生した。制御機1機を更新する費用の約120万円は都道府県が負担することになっているが自治体によっては予算が確保できず事実上放置されることが問題となっている。警察庁は故障すると事故につながる恐れがあるとして2020年度までに重点的に更新する 洋格都道府県警に指示した。反感応式信号機に付属する車両感知機車両感知機によって交通量や速度などの交通流データが収集され信号制御の最適化に用いられる。端末間応制御や交通応答制御は車両感知機が収集した情報に基づいてパラメータの調整や信号表示の切り替えが行われる。車両感知機の種類は 以下の通り上げられる。信号交差点の近傍に、車両感知器を設置する場合は、右折車両の感知と飽和交通流率の判定には、信号交差点から0から30メートルの位置、渋滞長の判定には、信号交差点から300メートル、500メートル、750メートル、1000メートルの位置に設けられる。信号機と信号柱信号機を取り付けるのに、使われる。 信号柱は原則として、専用の柱を設置するのが望ましく、他の所管の柱を借用するのは望ましくない。ただし、専用の柱を設置することが困難な場合や、事故などによって信号柱が使えない場合などは、柱を借用することを検討することになる。横断歩道の側端に設置する場合は、右左折する車両などからの見通しを妨げることがあってはならない。 柱の種類は材質によって、鋼管柱とコンクリート柱がある。ただし、鋼管柱の方が強度が大きいため、信号柱の交換では老朽化したコンクリート柱は鋼管柱に更新される。コンクリート製の信号柱はかつて半永久構造物とされてきたが、柱内部の鉄筋は水素税化に関する注意喚起がなされている。また、 海に近い場所は、潮風の影響を受け、それ以外の市街地でも、犬などの排泄物で内部の腐食が進む。よって、時期や宇宙などによる、被破壊検査を踏まえた、維持管理も行われている。柱を設置するときは、路面撤去、削立建柱、基礎コンクリート打設、埋め戻し路面復旧の順で行われる。逆に、柱を撤去するときは、 路面撤去作基礎コンクリート破砕抜け柱、埋め戻し路面復旧の順で行われる。現在新設する信号柱は、溶亜鉛メ滅キ候下柱、ネイリ式、長さ9メートル、直径165ミリメートルが標準となっている。柱の長寿命化を施すため、地際部を二重構造として、防錆塗装を施したものが高い耐久性を持つ。 信号柱の設置予定地に埋設物が存在し、ネイリ式の信号柱が設置困難な場合は、根本がベース式の信号柱が設置され、この場合は柱の長さは7.5メートルが標準となる。道路構造の制約により、標準的な長さの柱を設置することが困難な場合は短い柱を設置する。また、境外な歩道上に設置する場合は、 外形の細い柱を設置の検討を行う。複印が広い道路で信号用のケーブルを上空に仮設する場合や、長いアームに車両用陶器を取り付ける場合は、太径の信号柱が検討され、場合によっては長い柱の設置も検討される。信号ケーブルが地下に付設された時に陶器、制御器と結線するためケーブルを入れたパイプが信号柱に取り付けることがあるが、 通行の市場や景観の破壊が懸念される場合は、柱内部に信号ケーブルを通せる中、通し柱が使用されることがある。中等式で歩行者用陶器を取り付ける場合、直径 101mm で陶器の画面高さが 3m の中等式柱が設置される。一般的な柱が設置できない場合は、クランク式の柱を設置し、柱に荷重が大きくかかる場合は、 空式の柱を用いる。道路用の信号機は、1919年に東京市の上野広工事交差点に試験的に信号評判が設置されたのが日本初である。この時は、進む目、止めれと書かれた板を警察官が操作する手動式であった。この方式は多くの通行者が戸惑うこととなり、時期症状として、 警察官による交通整理の方が良好と判断され、本格採用は見送られた。3年後の1922年に上野公園で開催された平和博覧会の会場入り口交差点付近に再登場した。その後、信号評判は改良が重ねられ全国の都市に普及した。普及の背景は、 大都市での交通事故の増加が顕著であり、さらに手信号での適切な交通整理が難しいと判断されていたことであった。自動式信号機は1930年3月23日に東京市の日比谷交差点に設置された米国製が最初である。当機は交差点の中央部に設置され、緑、黄、赤三色の意味を知らせるために、あえて信号灯のガラスの上から、 進め、注意、止まれと文字が書かれていた。これは、米国のレーノルズ社製で、同年に国産の信号機も製造開始されている。交通信号機が警察で、使用化されたのは1933年。この当時の配列は、道路中心から赤、東高、緑の順と定められ、表示面の直径も1 8 5ト、mm、ルから2 3 0ト、mm、ルと定められた。 太平洋戦争が開戦すると信号機も1下管制の対象となり空襲警報発令時はスイッチを切り替えて現行した。その一方で1942年5月から1947年12月まで赤色の灯下の点滅は空襲警報を告げる表示として用いられた。道路標識は金属類回収令による回収の対象となった一方信号機は 空襲警報を知らせる役割があったため回収を免れた。しかし、大半の信号機は空襲による被害を受けた。なお、これ以前は、信号機という名称が一般的ではなく、交通整理機、自動交通整理信号機などの名称が用いられていた。現在のように、信号機と呼ぶようになったのは1947年11月からであり、 道路交通取締法の交付により一般的な名称となった。戦後は被災した信号機を修理するなどして応急処置を行ったが手信号による交通整理に頼らざる得ない状態であった。高度が下がり視認性が悪い信号機が多かったため鉄道信号に習い背面板の設置が始められた。戦前、戦中は東京、大阪、 京都などの8府県でしか信号機は見られなかった。戦後は自動車の普及などを背景に全国の地方都市でも信号機の導入が進んだ。1947年には配列が右側から赤色、黄色、青色と定められ、表示面の直径も2 0トルから3 0トルとなった。1953年頃から関西地区で 注意信号の予告として車両に停止準備をさせ、高信号時における交差点内の侵入を抑制することを目的に、車両用信号機に青色の灯火の点滅が導入された。当時黄色の灯火は交差点へすでに侵入した車両等、歩行者は交差点の外に出なければならないこと以外は赤色の灯火と同じ意味であった。1970年7月25日に、 道路交通法施行令が改正され、高信号の意味が改正されて青点滅信号が廃止された。1957年9月に車両用信号機を背中合わせにしたものが初めて設置され、1961年2月には信号機の筐体に前後両方向の灯過が設けられたものが設置されるようになった。矢印の記号の変遷もあり、 1958年に日本信号が野党と矢柄を分離した信号機を作り始めた。その後、電球の改良に伴って矢印の記号が他の信号表示と誤認されるようになったため、各信号機メーカーが矢印の形を工夫するようになる。1961年に両面に信号機を取り付ける方式が国内で初めて導入される。 1966年に歩行者用信号機が導入された。また、各メーカーで様々な形をしていた矢印記号は、警察庁の信号技術部会によって1972年7月に、車両用信号機の使用書を作成して統一が図られた。1975年に、新潟県で初めて、多接でも視認性を確保するために、縦型の信号機が導入される。 1994年に世界初の LED 式信号灯器が愛知県に設置され、その直後に徳島県で設置された。そして2000年に夕方車両用交通信号灯器が使用となった時には、従来の電球式信号機に追加して LED 式信号機も設置できるようになった。 2017年度から警察庁は車両用信号機の表示面の直径の標準を 300mm から 250mm に変更した。この変更により、日差しが省略され横幅は 200mm 縮まりスリムな筐体となる。明るさはそのままで製造コストが17%削減できる。さらに6割近く軽量化されるため台風の影響も受けにくくなる。 2017年6月22日に大阪市鶴見区の交差点で初めて新型の信号機が導入され将来的には全国126万機の陶器を交換する方針である。笹子トンネル天井板落下事故以降交通信号機の老朽化が問題となっている。そのため的確な維持管理が求められている一方で必要性に乏しくなった。 信号機の撤去も進められている。初期の信号機は車両用と歩行者用の区別がなく、同一の信号機によって交通整理が行われてきた。1936年に五丹田駅前交差点に車両用と区別するためレンズの直径が1 5 0ト、mm、ルの歩行者用信号機が設けられた。その後、1963年頃に、 レンズに人形を入れた歩行者用信号機が設置されたが、これらは青点滅しないものであった。そして、1964年12月15日に歩行者用信号機の研究開発することが決定した。1965年に警視庁が新宿追い分け交差点に試験設置し、アンケートを実施した。 このアンケートの結果に基づき検討が加えられ、人形型の歩行者用信号機は1966年2月9日に使用書が作られ正式化された。そして、1996年に夕方歩行者用交通信号投機として、従来から使用されている電球式に追加して、LED 式のものも使用できるよう仕様が制定された。 この1996年制定の仕様では、電球式と LED 式で同じ寸法の筐体が用いられていた。その後、電球式では必要な筐体内部の反射板が不要となり、車両用信号機と同様に薄型化された。薄型化によって軽量化や作業性向上の効果の他に歩行者用信号機においては、車両との接触事故を防止する効果もある。 対時間表示装置を併設した信号機は1988年に東京都で試験設置が開始され、1996年から正式に設置されるようになった。その後、2006年から赤信号、青信号の残り時間を同時に表示できる、経過時間表示付き LED 式歩行者用、交通信号登記の設置が開始された。ありがとうございます。